綺麗になっていくと気持ちいいもんね。メガネはもうよく見える。ひらでやったらピューって取れる。こんにちは、片付けトントンの高橋です。小田です。今回のお宅はメゾネットタイプの 1K。 公式 LINE から送っていただいた写真のみでお見積もりをし、当日もお客様の立ち会いはなしでの作業です。前回作業開始から1時間半で全体の片付けとお風呂と洗面台の詰まり除去が完了しました。今回の案件ではもともと清掃は別見積もりの上、改めて実施する予定でした。片付けが早く済んだので退去前の簡易清掃まで実施できそうです。黒い汚れはカビのようです。じゃあ洗面所からやります。カビ取り剤を噴霧しスポンジで洗っていきます。通常まずは中性洗剤を使って、中性洗剤で取れる汚れを一通り取った後、カビ取り剤などを使うのが基本です。今回の洗面台はとても広範囲にカビが付着しているので、カビ取りから行うことにしました。なんか気分でありますよね。やろうと思うときに、どこから行こうかな、僕も洗面台結構さっきやると綺麗になっていくと気持ちいいもんね。で、はい、小田さんはちなみにどこからやるのが好きですか？まあ、トイレとかがやっぱり洗う場所少ないから、まあ、早く終わるから、なんか早く終わった方がモチベーションがやっぱ上がるじゃないですか。なんかリビングって基本広いからやる場所多いんで、窓もあるんですね。はい、トイレ、洗面所、あとはキッチンのシンクとか、あのあたりが僕は好きですけど、高橋さんお風呂ですよね。裸足の裸足で気持ちいいな。裸足でやってますもんね。冬でもね。冬でも、はい、冬でも大きな汚れが落ちたらスポンジを一旦軽く洗い、もう一度全体を洗います。シャワーで洗い流します。ネジがついている部分や壁との接地面など細かい部分を J ブラシでブラッシングしていきます。もう一度全体をスポンジで洗います。中性洗剤を使って洗面台の側面や裏側、パイプ部分などを丁寧に洗っていきます。水で流します。洗い流す時もよく見ながらブラシで汚れを落としていくのがポイントです。はい、これきれいに洗面台の掃除が完了しました。浴槽全体に洗剤を噴霧します。浴槽の内部は特に汚れが強そうなので洗剤を噴霧して少し時間を置くことにします。スポンジを使って側面を洗っていきます。水で洗い流します。もう一度洗剤を噴霧し、 J ブラシを使って溝などの頑固な汚れを攻めていきます。スポンジで洗います。水で洗い流します。次は洗面台の下の壁を攻めていきます。洗剤を噴霧したスポンジで壁を洗います。ここの汚れは頑固なのでこのまま洗剤を浸透させます。その間にさっき洗剤を噴霧しておいた浴槽の内部を洗います。これはそこまで強くないですね。浴槽の中はそれほど強い汚れはなかったと思いますね。まあでも洗面台の方がちょっとインパクトが強くて、それから比べると強くはなかったですね。楽勝で、楽勝で、はいよいしょ。はい、シャワーで浴槽全体を洗い流します。しまった、ここ汚い。アングルチェンジ。浴槽を洗っちゃいました。画面が横向きになってしまいましたが、パソコンやテレビの方は首を傾けて、スマホの方はスマホを縦にしてみていただけると嬉しいです。ここで浴槽のビフォーアフターを見てみましょう。片付け前の浴槽は水がたっぷり溜まっている状態でした。水を抜いた状態がこちら。
そして清掃後がこちら、アングルチェーンジ。体に回っておりますか。風呂場の鏡を洗うときは手で押さえておくのがポイントです。汚れが強ければ後で再生で洗います。あ、お腹すいてきた。 J ブラシで鏡と金具の接地面などをブラッシングします。あんまり落ちないね。壁などの汚れが強い場合は、液だれを防止するために下から上に掃除します。今回はすでに壁の汚れの強い部分の掃除は終わっていること、壁の大半がきれいな状態であることから上から掃除していきます。壁はきれい、全然きれい。床と壁の境目の部分に強い汚れがこびりついています。流します。上は綺麗、全然綺麗だ。奥の壁にもシャワーを当て洗いたい部分全体を濡らします。柔らかくいきますね。壁に設置されている照明カバーは後で取り外して洗います。広いところは後で、お風呂場の物差し竿にスポンジが触れたり、物差し竿お風呂場の物干し竿にスポンジが触れたらカメラが滑り落ちてしまいました。マジすいません。滑りますな。この後も物干し竿を触るため一旦この後も物干し竿を触るため一旦カメラを取り外します。業界初、自撮りしながらのお風呂掃除の様子をご覧ください。洗います。細かいから J ブラシで J ブラシを当てるっていうのは、洗剤がシャンプーが置いてあったからどうしても飛んじゃうんですね。洗剤が壁に飛んでたってことですよね。これ、いや、分からんっす洗って、はい、まあ、どうしてもシャッ壁につきますよね。そういうのが残ってたのかな。白いから見にくいけど壁に飛び散ることがあって、まあ、それを風呂出る前にシャーって流してあげると、うん、綺麗に保てるやつかなと。ああ、あれですよね、水で流すんですよね。お湯やってから、お湯やってから、そうすると仮の発生も防げます。
一番最後にお風呂入るとは、そういうふうに。そう、だから僕一番最初にお風呂入りたいなんです。最後でしょ。え、最後でしょ。ええ、6時半に僕家に帰ったのすぐ。一生懸命外でお仕事してきたんだから一番最後ですね。え、どういうことですか。だからさっさとお風呂入って汚れを落としたいじゃないですか。綺麗になってからお風呂入ってくる、ね、そう、だって汗臭いままずっと部屋にいるとだって僕に怒られそうだから、もうすぐ。なるほど。エイヤーで。なるほど。まあそれをね、じゃあシャワーで。うちお風呂入れないです。あ、シャワー。あ、じゃあいいです。じゃあいいです。普通でもシャワー。さあ、ではですね、ドアの上半分を掃除中ですが、背中しか取れなかったのでビュンとカットします。綺麗ですね。アングルチェーンジ。サッシのレールは J ブラシを使って丁寧にブラッシングします。もうちょっとですか。シャワーをかけると水が外に飛び散ってしまうことがあるので注意が必要です。水流を弱めにしてドアに対してなるべく平行に水が流れるようにそーっと流していきます。濡れないようにするためにはお風呂の外にマットなどを敷いて養生するか、シャワーを当てる代わりに濡れたタオルで2回水拭きするのがおすすめです。はい、ちょっと見るかな。洗剤を噴霧し手のひらサイズのブラシを使って床を洗っていきます。シャワーで洗い流します。アングルチェーンジ。ここら辺やります。ダイソーに塗ってるブラシを磨きます。全然汚れが強くないのも多分しちゃいますね。黒いところがどうしても焼けるのでこれで軽く出します。メガネはもうよく見えない。落ちてるのかどうかよくわからん。何も見えない。残ってましたね。床の汚れを落とすことができました。じゃあ蓋を洗っておきます。手元が映っていませんが、まず髪の毛などの手で取れるゴミを取り除きます。次に洗剤を噴霧したスポンジで洗います。その後、手のひらサイズのブラシでブラッシングします。シャワーで洗い流します。いつの間にか霧がかかったように画面が真っ白になっていきます。これ真っ白すぎません？何も見えないですね。何が分かったんですか？これね、メガネしてる人は分かると思うけど、はい、あの温かいお湯で曇りますよね。水でやるんですよ。水はちょっとね、まあ、冬でも水でやるんですよ。落としやすいのはやっぱりお湯ですね、うん、それをこうしてお湯を使ってたんですけど、決して寒いから足が冷たいから話だから。まあ効率を考えてもやっぱりお湯でやる方が、まあそうですね、お湯が使えた状況であれば使わせていただいた方が早く終わります。決して寒いからではありません。大事なので4回ぐらいやりました。はい。お湯が出るやん。熱いと思ったらお湯やん。髪の毛があるのでかきます。テープラシでやると意外と取れるかな。よし、まあ大したことないな。続いてシャワーを洗います。洗面台のカランを洗います。カメラの設置が難しく撮影はできませんでしたが、ドアの外側、天井、換気扇、
照明カバーを清掃した後、壁全体を拭き上げてお風呂掃除は終了しました。キッチンのステンレス台に汚れがこびりついています。油汚れ、食べこぼしなどは酸性の汚れです。まずは弱アルカリ性の洗剤を全体に噴霧します。お、100円だったじゃないですか。100円が引っ付いてました。リビングで見つかった小銭と一緒にお客様にお渡しします。ピラでやったらピューって取れる。気持ちいいね。続いてスポンジの硬い方の面を使って洗っていきます。 IH の周りにも洗剤を噴霧し、プラスチックヘラで汚れを優しく落としていきます。一旦タオルで水拭きをし、洗剤を拭き上げます。シンク横の縁の部分は少し頑固な汚れが食いついているようです。タオルで水拭きします。続いて排水口の蓋とゴミ受けを取り外し洗っていきます。その前に見せたかった。その前に見せなかった。少し洗ってしまいましたが、ゴミ受けの清掃前はこんな感じ。はい。手のひらサイズのブラシを使って丁寧に洗っていきます。詰まった。洗剤を噴霧し、 J ブラシで全体をブラッシングします。はい、綺麗になりました。続いてシンクの中と蛇口周りを洗います。カメラの設置の都合で撮影はできませんでしたが、キッチンの壁、棚の扉、照明なども一通り清掃を行いました。愛知県で片付けにお困りの方は片付けトントンにご相談ください。お見積もりは無料です。お電話でのお問い合わせは 0120-947-479 まで。受付時間は朝8時から夜8時です。また公式 LINE でもお問い合わせを受け付けています。概要欄のリンクから公式ホームページ、公式 LINE をご覧ください。